なんかいない？確かになんかいんね。誰だ？パパこれ見て、クワガニンだ。あ、ほんとだ、クワガニンだ。あれ？あ、これはムシビン。よし、じゃあ今日はこれ紹介しようか。うん、じゃあ部屋前ジャンプだ。せーの、ほい。はい、いやー帰ってきたね。うん、はい、こんにちは。ばあちゃんなる前原です。はい、今日はこちらで遊んでいきましょう。うん、虫人デラックスセット、大きな木の虫人城&コガネインのスニーカーベースです。はい、これはですね、虫の忍者の虫人ね、うん、あれの基地である虫人城と移動するためのスニーカーベース、うん、これのセットですね。うん、すごいね。うん、すごいすごい。はい、じゃあ早速開けて遊んでいっちゃうか。はい、うわ。はい、セット内容これだけ入ってましたね。結構あるよね、うん、デラックスだからね。じゃあ早速組み立てていきましょうか。はい、ということで完成しましたね。こちらが大きな木の虫人形だね。そうだね、はい、すごいな、大きな、本当にこっち来ると本当木だね。そうだね、うん、でこれね、ひっくり返すと基地になってますね。うん、はい、じゃーん。はい、こんな風な基地になってます、うん、でしかもこの基地動くんだね。うん、一回はしご取ってもらっていいかな。はしご、はい、はしご取ってもらって、こういう風に展開するんだね。面白いね。すごい面白い。この状態でこちら側にはしごセットできるよ。あは、なるほど。そう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 、こういう風になってますね。面白い。面白いね。うん、でいろんなギミックが隠れていますが、ギミックは後で紹介していこうか。うん、はい、続いてこちらがスニーカーベースですね。うん、スニーカー、これも完全に靴だね。うん、靴すごいよね。面白い。でこのスニーカーベースはこの部分を開くと展開して、中にいろんな道具が入ってますね。うん、はい、こう虫人たちが乗っていけるんだよ。ね、すごいよね。うん、でここに乗ることもできるね。これね、磁石がついててくっつくようになってんの。ピタピタね。そう、面白い。すごくいいよね。うんうん、でこれはね、虫人形も同じ。そうそうそう。このスニーカーベースはつま先の部分を開いて、紐の部分を上に広げると、これ滑り台になるんだね。うん、でこの虫人形と合体することができますね。ここ外して、はい、でこっちにくっつくんだ。うん、おー、来た来た来た、すごい長い滑り台になったね。うん、はい、じゃあここからですね、からくりギミック紹介していきたいんだけど、まずね、うん、今ここにカブトにいるでしょ。うん、で何やら怪しい、下にトロッコがあるんだけど、うん、ここにコガニニンを乗せると、おお、すごい。なんとここに虫人がね乗っかると、うん、床がパカッ開くようになってるのね。すごいね、これ面白いね。うん、この開く床はボタンを押しても開くね。そうだね。でこのトロッコ自体は虫人が乗るとスタートする、うん、すごいよね。これすごい、うん、虫に乗るとストッパーが解除されるんだね。うん、そういうことか。すごいね。はい、続いてこちらね、うん、これエレベーター遊びってやつだね。これくるくる回してみてくれる。あ、そう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 。そしたら下に来るんだ、ほら、来た来た来た、ここにいる、ここにいる。外から帰ってきて、でこれで一番上まで行くんだけど、うん、そうだね。でこっから出られるようになってる。そうだね。うん、次はここだね。うん、虫人を乗せてどんでん返しです。ここに虫人がいるじゃんね。うん、で敵が現れたとするでしょ。うん、こう隠れるんだよ、どんでん返し。する。あ、そう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 。これでいなくなったね。すごい。逃げられた。帰ってくる時も疲れた。うん、はい、次は隠し扉だね。うん、この階段のところから虫に登っていくでしょ。うん、そしてそこに立つと、なんと自動でドアが、自動でドアが開く。これすごい、すごい面白い。うん、おー、すごい。はい、でね、1階部分に牢屋がありますんで、うん、牢屋開けるよ。分かった。はい、そしたらこの中に虫に入れることができますね。悪いことやっちゃった虫にはこの中でちょっと反省してもらわないといけないね。うん、でこの牢屋の下には、うん、穴があるね。そう、こういう宝箱とか、うん、お宝とかを入れられるようになってね。おー、隠し出るようになってんだ。うん、スニーカーベースの方も一緒で、うん、コンセントとかあるでしょ。これをここに乗せて、ここに小金に乗せると出発します。すごい。うん、このセットにはカブトニー特別バージョンがついてるね。そうだね、今カブトニーは剣と手裏剣、そうだね、装備してます。うん、あと小金にもついてたね。そうだね、かわいいね、小金、うん、旗を持ってるね。旗持ってます。いいね。
他にもこれだけ今虫人がいますんで開けてみようか。これがカブトニン、クワガニン、カバキニン、ハチニン、コーカサスカブトニン。おお、いいね。じゃあそれぞれ開けてみようか、はい、はい、まずこちらがカブトニンですね、うん、どこにいんのって感じだけど、シンくん開けてみて。パカッ、あ、出てきた。これ面白いね、うん、なんとこちらもワンタッチギミックみたいなのがあるんだね。でちゃんとこれも磁石、そう磁石なんだよ。すごい。続いてこちらがクワガニだね。はい、来た、クワガニを2つ刀持ってるね、うん、はい、続いてこちらがカマキリだね。おお、来た。あ、カマキリにはさすがにカマ、カマなんだね、うん、はい、続いてこちらがハチニンだね。ハチニン来た。お、これも刀持ってる。ハチニンね、すごい好きなの。羽もついてるね。そうそうそう、パパね、アニメ見てね、ハチニン好きになった。かっこいいんだよ、うん、で、最後にこちらがコーカサスカブトニンだ ね。これは木の中に入ってないね、うん、このハスの葉っぱみたいな上に乗っかってんだけど、そう、なんとこちら、こういうコマになるんだね、これ回転するね。すごいすごいすごい、めっちゃ回ってるね、うん、そして、コーカサスカブトニンはこのトンファーみたいな装備してるね、うん、くっつくね、うん、結構強力にくっつくね。ガチガチガチと、おちゃんとがっしり忍者っぽい、忍者っぽい。ほんとだね、いろんな角度でくっつくことできるね、うん、無人たちのこの木が全部合体したよこれ、うん、いいね。え、向かる？じゃあ遊んでみようか、うん、お、これで全員で移動できるから。おー、そう、でこれで閉めてじゃーん。お、いいね、これで全員乗っかったね。おー、これでちゃんとね、この下タイヤついてるから、うん、転がし走行ができるね、うん、行くぞドリアー。じゃあこっちもよし行くぞ、えい失敗失敗しちゃったよ。俺はコッカサスカブト、勝負だカブトに、いけドン。おお、すごいすごい、さすがコッカサスカブトに、見事にトロッコを抑えたよ、うん、すげー勝った。下に参ります。おお、天井にくっつくんだ。おお、すごいすごい。いいね。お、壁にもくっつく。壁もくっつくのね。すごい。はい、それで虫人って他にもたくさん種類がいるみたいなんで、ちょっと見てみようか。はい。こんなにいっぱいいるね。カブト人、クワガ人、カマキリ人、ハチ人、トンボ人、バッタ人、テント人。ああ、テント人がね、すごい可愛いんだよ。カミキリ人、チョウチョ人、タガメ人とか、オニヤマ人も。そうそう、クモ人とかめっちゃかっこいいね。それにフンコロン、あとね、ギラファクワガニンとかもね、結構かっこいいね、コーカサスカブトニンと一緒でね、うん、あとガニンとかモルファニン、アリンコニン、そう、全部で25種類もいるんだね。いっぱいね、いっぱいね、かっこいいのもかわいいのもいっぱいいるよね、うん、はい、ということで今日は虫人デラックスセットで遊んでみたけど、どうだった？もういろんなからくりがあって楽しかった。そうだね、うん、忍者ならではのギミックがいろいろあってよかったね、うん、うん、磁石でくっつくってのがいいじゃん。そうだね、いろんなとこ持っていけるし、うん、冷蔵庫とかのもくっつくし、ね、じゃあ今日は虫人たちと一緒に遊べたんでね、一緒に遊べたんで、うん、森に返してあげようかね。そうだね、はい、じゃあ行く、せーの、ほい、ほい、いやー戻ってきた、うん、じゃあまた遊んでね、バイバイ、バイバイ、ありがとうね。はい、ということで今回は虫人デラックスセット、大きな木の虫人城&コガネ人のスニーカーベースで遊びましたけれど、楽しかったね、うんうん、YouTube の方であの公式アニメ出てますので、説明概要欄をチェックしてみてくださいね、うん、10話ぐらいで ね、すごい短いアニメで、ね、見やすいんでね、うちは一気に10話見ちゃったもんね、うん、ということで今回は以上でございます、バイバイ。